はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、またバイク用品のご紹介をちょっと一つね、したいなと思うんですけど、前にね、インカム買いましたっていうね、ご紹介をしたと思うんですけど、まあ、それがこちらね、じゃん、前ご紹介した、フォットスポーツさんでいいのかな、M1-S Pro っていうね、やつなんですけど、結構 Amazon でも売れてる、製品です。まあ価格がだいたい1万円弱くらいね、で推移してる製品だと思うんですけど、こちらの方、これすごくね、気に入ってます。で、実はね、まあたまにですけど、子供を後ろに乗せて、ちょっとまあそんな長距離はいかないんですけど、子供を連れてね、タンデム走行したりすることがあるんで、子供用にね、もう一台インカム欲しいなと思って、で同じのを買えばよかったんですけど、まあそれも面白くないなと思ってね、で、見てたら、このフォトスポーツさんっていうところからまた新型 FX4 Pro っていうね、これが出てたんで、これを買ってみました。同じメーカーなんで、接続は全く問題なくね、できるということで、まあもう実際ね、1週間弱くらいはもう使ってんのかな、ヘルメットにつけてね、使ってみました。それでね、まあ、感想をね含めて、レビューをしたいと思います。はい、どうも。まずね、入ってるものを紹介しようかなと思うんですけど、もうヘルメットにつけちゃってるんでね、まず本体ね、本体です。取り外しはね、 上によいしょよいしょ、上にスライドすると取れるんですけど、本体ね。で、本体はボタンが2つ、これね、今まで使ってたやつだと、ここにね、全部プラスとマイナスの音量ボタンとか、まあこれ4つボタンがあるんですけど、全部ここにあったんですけど、これの場合はここに2つね、で上に2つになってるんで、特にバイク乗っててね、グローブはめてると、間違えてね、このどこのボタンかが分からなくなるんですよ、グローブをはめて触ってても。だけどこれだったら、まあしっかりね、こうボタンが分かれてるんで、それはね、すごく使いやすいと思いましたね。で、また機能的なものは後でまた言いますけど、こっちの分はね、外部入力端子があるんです。イヤホンジャックでね、カーナビとかにこうコード有線ですけど、接続してやるなんていうこともできるんですけど、そういうのは省いてるんです。こっちの方がちょっとお値段安いんですよね。だから挿すところって言ったら、 USB の下にね、充電プラグ挿すとこと、インカムのマイクとかヘッドセットね、つなぐ、ところがある、ような感じですね。まあ後で詳しくね、また、仕様についてはお話ししようと思います。入ってるものは、こちらね、このクリップ、ここへ接続する分ですね、これで上から下にスコンとこう入れる感じです。もうちょっと今入れませんけど、スコッと入れる感じです。で、ここ、ジャックがついてて、これ見えるかな、ここにマイクね、インカム用のマイク、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、あとスピーカーね、が入ってます。まあマイクとスピーカーは一体型っていうか、ラインがね、1本でこうつながってる感じですね。で、あとが入ってるものって言ったら、まあシンプルなんですけどね、よいしょ、入ってるものが、まず僕の場合はフルフェイスなんで、こうなんていうかな、フルフェイス用のマスク、まあマイクをつけてますけど、ジェットヘル用の、マイクも、ついてます。だからどちらでも、どちら使ってる方でもね、別に迷う必要なく買ってもらったらね、いいかと思います。あと僕出してないですけど、充電用のプラグね、 USB の、プラグです。あとは僕はこのクリップ式でね、つけましたけど、両面テープで貼り付けるね、アダプターも一緒になって入ってます。まあヘルメットによってはね、こちらで付けた方がいいっていう場合もあると思います。で、あとクリップね、これクリップ型になってるんですけど、これね、結構ね、力強く、クリップが挟まってます。ちょっと今両側つけないですけど、そのクリップのなんていうか、書類とか挟む本当のクリップみたいなやつの、この持ち手みたいなのがついてて、これでね、まあ、両側につけてギュッと広げて差し込む感じ、ね、で挟み込んだら
この、持ち手部分だけを取ってね、使うっていう感じの、クリップになってます。結構しっかりつくんでね、この方式はいいんじゃないかなと思いました。はい、ね、入ってるものはねもうそれだけです。だから充電はね、なんていうか自分で、充電用の USB の、そのアダプターみたいなものはいりますね、コードしか入ってないですからね。一応そんな感じです。じゃあ次はね、この機械の、仕様の方をねちょっと説明しようと思います。はい、とりあえずね、僕が今まで使ってたこの M1S Pro ってやつとの、機能比較、僕この2機種しか持ってないんでこの比較をねしたいと思います。ちょっと表みたいなのもまとめました。こんな感じね、こんな感じです。もうこれ見てもらったら、すぐ分かると思うんですけど、一応 Bluetooth が、4.1 が、この新型では 4.2 に、上がってます。ただ、これでどんだけ利用範囲が変わるかっていうと、通信距離とかはね、基本的に、こっちの方が製品としては上のランクの分なんでこっちの方がね到達距離はあるみたいですね。で、基本的にこっちの分は4つまで4台まで接続ができるみたいです。でこっちの分は8台までいけるって書いてました、説明書ではね。ただ何て言うかな、こっちの分もう何て言うかな、通信が乱れずに安定した通信ができるのはだいたい4台から6台って書いてたのかな。だから8台マックスまでつなげるとちょっと通信状態悪くなったりするかもしれないんで、そこまでね、つなげる、同じ機種じゃないと多分それにダメだと思うんで、4台くらいまででいいかなっていうね、人は、こっちでいいと思いますね、全然ね。もともとあんまりこうつるんで走りに行かないなんていう人はね、これでいいと思います。これもね、他社製インカムともつなげることはできるんでね。なんていうか、他社製だとね、多分1対1になるんですよ。ね。マルチでこう何台もっていうのは多分できないと思うんですよね。はい。で、あとね、違いがね、そう、一番大きな違いが、こっち FM ラジオが聞けます。ね。これね、なんていうかな、僕なんか通勤で走ってると、スマホの音楽いつも聞いたりしてますけど、なんていうかな、ちょっと人恋しいというか、いつも同じね、やっぱりローテーションになってしまったりとか、聞く曲がね。だから、FM ラジオが聴けるっていうのはね、結構大きいですね。それが、目的で買ったところもあります。はい。ボタンのね、配置と、これ、間違わないっていうか、ね、これでちょっと悩んでたところだったんで、ね、FM ラジオが聴けます。で、あとはね、防水性能がちょっと上がってます。これも多分差し込み口がね、もう2つしかないのと、このイヤホンジャックみたいなやつなんですよ、こっちはね。だけど、こっちは USB 端子のこのマイクとかヘッドセットにつなげるやつが、こういう違いがあるんで、多分そのあたりで防水性能が多分変わってると思うんですけど、ワンランクこっちの方が防水が高くなってますね。はい。あとはね、基本的に、一緒だと思います。特に使ってて、なんていうかな、機能っていうか、なんていうかな、機能的な違いとしては FM ラジオが、増えたっていうのが一番ですかね。あんまりこう、僕も、つるんでいっぱいで行くなんていうことはないんで、なんていうかな、いっぱいつなげるっていう、マルチペアリングみたいなのはあんまりしないんでね、十分。通勤の時にはFM ラジオを楽しんで、いい感じでいけてます。はい、どうも、とりあえずね、これのとりあえずいいところ、をご紹介したいと思います。ちょっとね、これイヤホンジャックみたいなんでもちょっと特殊なやつで、スピーカーにつなげてね、なんかこう音声流せたらよかったんで、ちょっとできないんでね、ちょっと申し訳ないんですけど、機能のね、とりあえず説明だけはしとこうと思います。まず、このでっかいボタンを押すとね、電源が入ります。ね、これ長押しです。はい、これで電源が入りました。前のやつはね、これ、両方同時押しせなあかんかったんですよ。こうやってね。両方を長押しすると電源が入るってね、感じだったんですけど、
その分ちょっと楽になりましたね。で、これも一度スマホとペアリング作業をしてしまうと、もうあのなんていうか電源入れたら勝手にスマホにはつながりますね。で、あの最初のそのペアリングだけはこの電源をさっき今もうすぐ離しましたけど、ピカピカ光り出したらずっとね電源オフの状態から長押ししてると、まあ、ヘッドセットつないでるとペアリングって言ってね、ペアリングモードになるんで、あとはもうスマホからね、Bluetooth のとこで、こいつを探してあげて、ポチッと押したらもうすぐつながりますから、まあ全然簡単です。はい、で、ペアリングされた状態でいくと、このでっかいボタンをね、ポチッと押すと音楽が再生されます。ね。そうなんです。で、前のやつだったらね、このでっかいボタンを押すと Siri が起動したりしたんですけど、これは音楽が、再生されます。で、もう一回押すと音楽が止まります。ね。で、プラスのボタン、ね。これを、長押ししてるとね、ちょっと待ってくださいね。一応つなげて、僕もちょっとまだね、使って1週間くらいなんでね、これ長押ししてるとね、ラジオがオンになるんです。ラジオオンって言ってね、ラジオがオンになります。今ちょっとラジオオンでね、ラジオ聞こえてるんですけど。で、このね、ラジオをオンにしてるときに、マイナスのボタンとかプラスのボタンを、押してあげると、なんていうかな、ラジオの選曲、自動選曲なんですけど、こう、探しに行ってくれます。ダブルクリックだったかな。あ、そうそう、ダブルクリック。で、そうすると、選曲してくれます。普通に1回押しだと、普通の音量調整になりますね。で、これただね、ちょっとね、しようとして面白いな、ラジオ機能とこのスマホのペアリングの、機能が、なんていうかな、全く別の制御になってるみたいで、ラジオ聞いてる状態で、このでっかいボタンをポチッと押すとスマホの音楽が流れちゃいます。だから、そこがね、ちょっとね、なんていうかな、全くラジオ機能とあれが別になってるっていうのも、まあ、ポイントかもわかんないです。これちょっとあんまり良くないポイントですけどね。はい。で、ペアリング、スマホとペアリングしてる状態で、このプラスボタンをダブルクリックすると、これダブルクリックしてあげると、なんていうかな、リダイヤルになります。一番最後にかけた、とこへのリダイヤルになります、ね。で、このマイナスボタン、ね、今音楽も何もかかってないですよ、この状態でマイナスボタンを2回チュチュッとダブルクリックすると Siri が、起動します。で、 Siri 自体はね、なんていうかな、音楽がかかってる状態とかだったらダメなんですよ。音楽が流れてる、状態だと、Siri が、起動してくれません。ちょっと今うまくいかないな。だから、音楽も消えた状態でね、ダブルクリックすると Siri が起動します。はい。まあ、基本的にね、スマホの操作系のやつは多分 Siri ですることが多くなると思うんで、まあ、なんていうか、 Siri が使えたらね、大体何でもできると思うんでね、いいと思うんですよ、ね。で、ペアリング、他の機械とのペアリングは、なんていうかな、まあ、2台だ、これもね、説明書がね、僕、こっちのやつでもそうだったんですけど、この、ヘルメットのマーク、ね、これ長押ししてるとね、検索中って言うんですよ。あ、多分ね、今こいつとつながってたのかな。ちょっとね、あれですけど、何せね、なんていうかな、まあ、このボタンでインカム同士の通話をね、するようなボタンになります。はい。だから、まあ、仕様としてはね、こっちと、ほぼ一緒なんですけど、なんていうかな、慣れてるせいもあるのかね、
使い勝手、音楽聴いててもこいつは Siri が起動できるんですよ。だけどこっちの場合は音楽聴いてたりとかしたら Siri が起動できない、あの直接ねすぐはね起動できなかったりするんで、ただ FM ラジオは聴けるね。でこっちのやつはやっぱりボタンがここへ全部集約されてるんで、ボタンの押し間違いがあったりするんですけど、やっぱりこっちの分はボタンがやっぱりこの前とこの上にね分かれてるっていうのがね、やっぱりあの操作がしやすいっていう、まあなんかメリット、どっちもいいところ、悪いところがあるんで、あとはね、だから向き、その人がどういうふうに使いたいかっていうのでね、選んでもらったらいいと思います。こっちの方がちょっと安いんでね、新型だし、新型ですけど安いね、っていうことです。だから性能的に見ると、やっぱりこっちの方がちょっとランクが上かなっていう、感じはするんで、まあそこはね、選んでみてください。はい。ということで、まあちょっと簡単ではありますけどね、今回この、FX4 Pro ね、のご紹介でした。まあ、詳しくはね、URL 下に、Amazon リンクとかも載せときますんで、またね、ご覧ください。で、この製品についてもね、僕ね、Amazon で、メーカーさんの方に、聞いたりしたんですよ。そうそう、システム音量がね、結構でかい。でかいんです。こっちは逆にちっちゃかったんですよ。ね。で、これは、僕、ヘルメットのこのインナーのね、この、なんていうかな、中っていうか、この内側にね、耳のここにこうスピーカーが来るような感じでつけてたんです、こいつの時はね。だけどこいつの時はシステム音量だ、電源オンとかね、いう音量がすごくでかいんで、このヘルメットの筐体の方に、スピーカーをくっつけてインナーをね、カチッとこうはめてやってます。だからなんていうかな、ちょっとシステム音量大きすぎる。で今みたいにヘルメットの筐体につけた状態だと逆にね、ラジオとか音楽の音量がちょっとねマックスにしてもちっちゃい感じがするんでね、メーカーさんの方にもちょっとどうにかなりませんかって言ってね、メールをしてみました。実はねそれで聞いてたら、このシステム音量がちっちゃいちっちゃいって言って苦情みたいなのがあったから大きくこう変えたらしいんですよ。多分こいつの時に苦情があったんかなね、だから改良してそうなりましたっていう話をね、もらったんです、メールでね。だけどちょっとさすがに大きすぎると、いうことで言って、もしかしたらまたね、ファームウェアのアップデートとかで、変更が入るかもわかんないですね。だからこいつもファームウェアね、また更新、新しいのに更新出てたんでしたんですけど、一応ウェブサイトもね下に載せときます。ただね、なんかアップデートの時セキュリティ関係のねなんかね警告出たりするんでね、ちょっと大丈夫かなっていう不安もあったりしたんですけど、僕の場合はとりあえずダウンロードして、ちゃんとね、セキュリティの、まあ、自分のところのソフトで、チェックもかけてやったんですけど、とりあえず、更新はうまくいきました、こいつの場合ね。だからこれもまた仕様が変わるかもしれないんで、またそこら辺ね、チェックしてみてくださいもらったらいいかと思います。メーカーホームページね。結構手厚くね、いろいろ、ファームウェアのアップデートとかもやってくれるんで、メーカーとしてはね、僕ね、いいと思うんですよ。ね、アマゾンでも結構売れてます。はい。ということで、ちょっとなんか、また追加で話しちゃいましたけど、今日はこちら、ね、FX4 Pro というね、フォトスポーツさんのインカムの、ご紹介でした。ね、また、いろいろバイク用品もね、紹介していこうと思います。はい。ということで、今日はこの辺で失礼します。さようなら。